2023年12月14日から幽々白書の実写ドラマがネットフリックスにて世界同時配信が決定しています。幽々白書は週刊少年ジャンプで1990年から94年にかけて連載され、同誌の黄金時代を支えた富樫義博氏の大ヒット漫画が原作です。1992年から1995年まではフジテレビ系列にて放送されたテレビアニメも高視聴率を記録した人気作になります。あらすじは、主人公の浦飯祐介とその仲間たちの活躍を描いた冒険活劇で、第1話で祐介が死亡する衝撃的な展開で物語がスタート。その後、人間界、魔界、霊界を股にかけ、個性あふれるキャラクターたちが次々と降りかかってくる困難に立ち向かうファンタジーアドベンチャーとなっています。今回は幽々白書の出演者について、ドラマに出演しているキャラクターとアニメのキャラクターを比較しながらご紹介します。ネタバレも含みますのでご注意ください。浦飯祐介、北村匠海。幽々白書の主人公、整髪料で固めたリーゼント風のオールバックがトレードマーク。不良少年で補導歴もある。根は正義感が強く、弱い立場の人間や一生懸命な人に何かと世話を焼き、仲間がやられた時や下道に対しては自らを奮い立たせる。一見すると怖いもの知らずだが、幼馴染の雪村恵子とはなんだかんだで相思相愛の仲であることもあって頭が上がらず、彼女の両親とも仲は良い。未成年であるにもかかわらず喫煙、飲酒、パチンコを行っており、万引きやカツアゲ、痴漢などの犯罪行為もする。鞍馬、志尊淳。陽子、鞍馬が人間に転生した姿で、人間名は南野秀一。性格は陽子時代の残忍さと秀一としての温厚さを兼ね備えており、無益な殺戮はしないようにしているが、自身や周囲の者に危害を加えるのならば容赦しない。頭脳面にも優れており、学業面の成績も優秀。さらには教育者としても優れている。比叡、本郷奏太。巧妙な魔界の盗賊で邪眼の持ち主ゆえに邪眼師、比叡の異名も持つ。基本的にはクールな性格で毒舌家でツンデレ。趣味は寝ることで、基本的には木の上で寝る。戦闘スタイルはスピードと剣に優れ、肉弾戦も得意。暗黒武術界からは蛇王炎殺黒竜派をはじめとした魔界の黒煙を操る蛇王炎殺剣の使い手にもなる。桑原一馬、上杉秀平。浦飯祐介と同級生で自称ライバル。一度も勝ったことはないが、それでも祐介からは俺が今まで喧嘩したやつの中じゃ一番骨があったと評されるなど、腕っぷしの強さは紛れもない本物。幼い頃より霊感が強く、それがきっかけで霊界探偵としての祐介の手伝いをするようになり、以降は喧嘩友達兼戦友といった間柄となる。雪村恵子、白石聖。幽々白書のメインヒロイン、主人公、浦飯祐介の幼馴染にして女神様。祐介とは逆に貧困法制、スポーツ万能で優等生な学級委員長だが、祐介の幼馴染なだけあって単なる優等生ではなく、祐介が頭が上がらないほどに気が強く、祐介からのセクハラに対してビンタを行うこともしばしば。また正義感が強いところも祐介に似ている。ボタン、古川琴音。死者を霊界に連れていく霊界案内人、小閻魔の部下。不慮の事故でいきなり死んでしまった主人公祐介をあの世から迎えに来た。祐介が生き返った後は霊界探偵の助手として祐介たちをサポートする。青白い髪をポニーテールにした美人で、江戸っ子のような姉御しゃべりをする。通常時はピンクの着物姿で貝に乗って空を飛ぶ。小閻魔、町田啓太。霊界の長である閻魔大王の息子で、霊界探偵としての浦飯祐介の上司。普段は赤ん坊のような姿をしているが、実年齢は1000歳以上。人間界に来る際には人間界バージョンとしてやたらイケメンな青年の姿をしているが、おしゃぶりが全てを台無しにしている。加えているおしゃぶりは実は最強クラスの防御技のエネルギーを貯めるための道具。限界、カジメイコ。人間界でも5本の指に入るという有名な霊能力者で、霊光波動拳の使い手。年齢は70歳前後。妖怪の間でも一目置かれた存在であり、
霊光波動拳の限界と呼ばれている。正義の人と思われているが、本人にその気は全くなく、たまたま嫌いな奴に悪党が多いだけと話すも、ユウスケ曰く敵以上に味方も多いとのこと。トグロ兄、滝藤健一。トグロ弟の実兄、弟からは兄者と呼ばれている。弟と同様に元人間で、50年前の暗黒武術界で弟や限界と共に戦った。その時にどのような武術を得意としていたかは不明。背格好は限界と同程度くらいと小さく、弟の肩に乗って移動することが多い。普段は物静かで理知的な振る舞いを見せるが、実際は饒舌で卑劣かつ残酷、死虐的な性格。弟とは異なり、私利私欲のために妖怪に転生した。左京、稲垣五郎。生身の人間であり、あくまで名目上の大将、長髪の2枚目の青年で、右目に傷がある。年齢は36歳以上。コエンマによれば、すでに10年以上前から妖怪たちを利用して闇の世界で暗躍していた。過去に自分の命を4回ギャンブルにかけたことがある。自分と他人の命に全く価値を置いていない、生来の破綻者。トグロ弟、綾野剛。闇ブローカーの頭目、元人間の B 級上位妖怪であり、過去に暗黒武術界優勝の褒章として妖怪に転生。永遠の若さと人知を超えた力を得る。ストイックさやサングラスを着用している大男のいかつい外見とは裏腹に、ユーモラスな発言をすることも多く、戦い以外では相手を気遣う言葉をかけるなど、紳士的な面も見せる。カラス、清水博也。長髪とマスクが特徴的で、容姿端麗だが、好きなものを自分で殺すことに快感を覚えるサディスティックな性格。美しいものを好み、クラマに対して異様な執着を見せる。以前トグロ兄弟と戦って敗北したことがある。ユキナ、三上愛。ヒエイの双子の妹にして氷女の少女。年齢は6歳以上100歳未満。鳥をはじめとした動物好きで、心優しい性格。ふと思いだが天然な面もある。桑原とは親密な関係だが、桑原からの求愛を理解しておらず、恋仲には発展していない。ヒエイが実の兄であることは知らないものの、信頼を寄せている。容姿はヒエイとは全く似ていないが、アニメでは瞳の色が同じで、身長も同じ。掟を破って氷河の国を抜け出し、動物と遊んでいるところを人間に捕らえられてしまう。今回はここまで。ぜひチャンネル登録お願いします。またね。